まみもめもさやかです。文房具屋さんとね、まあスーパーに行ってきたので、なんてことない買い物戦利品 Vlog でございます。よろしくお願いします。こちら私のスマホなんですけれども、かわゆいとてもかわゆい。ノーカットでゆるーくやろうかな。こんな Vlog 投稿してる人いるんかなレベルの実力を見せてやるぜまずね、わしのお出かけカバン、リュックでございます。これね、一目惚れして買ったんだよね。ここが普通にゴムが入ってる。ポケット？外ポケットで、この中に入れるんだけど、何が出てくるかな。ハンカチとゴムと鍵と、これ M5 の、前に Vlog にも投稿したけど、 M5 のファイロバックスの M5 のシステム手帳を財布化してて、ここに小銭と、あとこれ追加した、なんかね、 M5 のこれ革だったかなのリフィルがあったから、これに小銭入れてる。で、あとメモ帳でしょ。これに、なんていうの、持ってるものとかを書いたりしてる。ちょっと待って、あと、クレジットカードとか入ってるんだけど、ノーカット宣言をしているので、なかなか難しいですね。うん。これも、差し込み式のね、ファスナーポケット。あ、この中にもお金いくらか入ってた。だと、このね、ファイルファックスのさ、手帳さ、このペンホルダーがすごい細くって、そう、なかなかさ、入るペンがなかったんだけど、今これ使ってる。で、ここにお財布、お札が入るという感じのお財布を使っておる。財布っていうか、まあ、システム手帳だね。でも難点は、入れすぎると、ここボタンなんだよね。ボタンだからね、染みにくいのがね、ちょっと難点ですね。今、何？小銭も何も入ってないのにめちゃくちゃ染みにくいの、なんでだろう。ほい。次。ポーチ。ぐらいかな。うん。あとは、お買い物袋入れてた。ポーチの中身は、天の奇跡4のモバイルバッテリー。これも、なんか、数年前に、Vlog で紹介した気がするけど、リンくんのモバイルバッテリーね。これどこで買ったっけ？これネットだった気がする。と、よいしょ。ソニーのノイキャンイヤホン。ソニーしか勝たん。かな？はい。カバンはそんな感じ。なるべくね、リュックが好きかな、わしは。両手が空くしね。よいしょ。よいしょ。で、文房具先に行ったんだけど、手元にあるのがスーパー系なので、スーパー系を行くね。200円ぐらいの、自分で長さ調節できるヘアゴム。ちょっと、なんかヘアゴムってどこに行くんだろうね。なんかどんどんなくなって、さあ、マジでどこに行ってるのか不思議でならん。はい、頭痛のお供、ナロンエース。私ナロンエースしか聞かないんだよね。なんか他はわりかし試したけど、ナロンエースが一番よく効いてくれる。そう、今回は医療品っていうの、なんていうの、こういうの、医薬品、薬系を買った。せいろがもうなくなりそうだったから、払いたようにね。セールがもうめちゃくちゃ効いてくれるからありがたい。あと、これ、ヘビロテっていうか、もうこれしか使ってない。ロートのビタ40アルファだって。これね、めちゃくちゃ安いのよ。150円ぐらい？で、私結構目薬さすんだけど、そう、
これをねめっちゃまとめ買いする。なぜかというと割りかしというかかなり引きこもりの方なので、外に出た時にこれでもかと買いまする。今回は6個買った。次、太田胃腸薬。違う、太田胃酸太田胃酸しか買ったん。これもね、私結構胃がすぐ死ぬんだけど、これでね、いつも助かっております。しばらくなしで生活してたからもうほんときつかったそれでも外に出たくないでござる。これはノリで買った。なんか肩がねよく凝るんですよ。でいつも泣いてたんだけど泣いてたんかいちょっと久しぶりに買ってみた。買うとね、でもねなんかね消費期限切れてるんだよね。不思議だよね。せっかく買ったのにね、ちょっと意味わかんないですね。あと日清カップヌードル。やっぱね日清のカップヌードル、あれ？あ、もう一個あった。シーフードが好きかな。で、あと塩が一番好きなんだけど、うちのスーパー近く売ってないんだよね。たまにアマゾンで箱買いするっていう感じ。今はカレーの気分なんでカレーを2個買いました。あともう一個あるけど別に Vlog に映すものでもないかなっていう感じですね。はい、あ、あだった。ブルボン1。これはね、あのレジの前に置いてあってちょろいので買いました別に買う予定はなかったんだけど、でもなんかこんなにちっちゃかったっけ。なんかお菓子どんどんちっちゃくなるよね。しょうがないのかな。これがスーパーで買ったやつね。ちょっと薬系が特に欲しかったので、うわ、薬系が増えて助かる。これがね、薬入れなんだけど、引き出物？タオルかなんか入ってた引き出物かなんかのやつに入れてる。これはね、あれだね、風邪ひいた時に飲むやつ。カッコン糖、ちょっと調子悪い時にカッコン糖飲んで、めちゃくちゃ調子が悪い時、本格的に風邪ひいた時に銀翔さん飲んでる。で、これもよく飲んでる。こっちがストレス系で、こっちが食べ過ぎ系。使い分けて飲んでる。あ、でもこれもちょっと少なかったな。買っとくべきだったか。ナロンウィズ結構あったけど、まあいいでしょう。これ、エスタックさ、なんか風邪ひきそうだなと思って買ってたんだけど、仕事中にね、買ってたんね。でも、消費期限がさ、3年前なんだよね。3年前のお薬って、飲んでいいんですか？ちょっと、大丈夫かなって感じですよね。なんか、捨てにくくって。そう、なんか、基本的に健康医だからさ、全然風邪ひかなくって。そう。全然ね、減らないです。パズルみたいに入れるの楽しいよね。でもこのフェイトさ絶対無理だわ。後で考えまーすよいしょ。次はね、文房具屋さんとダイソーだね。これがシール系で、私的には欲しいものがあって文房具屋さんに行ったのよ。3月15日にね発売って言われてたさ、ユニボール1のね P っていうシリーズがあって、文房具屋さんでさこういうの見たことない、ユニボール1っていうシリーズで、これが通常のデザインで、これが何やったっけ、 F?ユニボール 1F っていうちょっと高級感ある。こっちが150円、120円か、通常120円でこっちがね300円で、ちょっと重くって高級感があるやつなのね。で今回出たのが P っていうやつで、 P がねなんかこんぐらいのサイズでめっちゃ太軸のやつなのね。
めちゃくちゃ気になると思って発売日に行ったけど、やっぱり地方だからなのか当日はね、なかったっすね。まあ、そのうち日焼けてまた行こうかなと思います。あとこれあのパイロットフリクションのマーカー、蛍光マーカーって言われるやつね、平べったいやつ。あのフリクションだったらさ、髪の裏写り全然しないし、まあなんなら消せるしみたいな感じで、これ結構好きで2本買い足しときましたって感じです。ちょっと文房具と文房具と普通のダイソーで買ったのがごちゃごちゃになってる。あ、これもこれはね、フリクションのなんて言うんだっけ、なんか可愛い系のシリーズがあって、これなんかね、初めて見たんだよね、マーカー系。わかる？なんかペンじゃなくってマーカー系、気になるなと思って買ってみた。あとはユニボール1の 0.38 の会心。なんか前買った時にさ、てかうちの文房具屋さんがさ、その会心を棚に置いてなくって自己申告制のところなのね。で、前買った時さ、ユニボール1じゃなくってシグノの方、ちょっと待ってね、こっちの方じゃなくってこれこれこれ、ジグノの方、ユニボールのこっちの方を買ってしまって、そうなので、しょんぼりしてシグノを使ってたんだけど、今回ちゃんと8個買いました。なんで10本じゃなくて8個買ったんだろう10個買えばよかった。でもなんか店員さんが箱ごとくれた。で、あとは、お、100均だ。ぬいぐるみスタンド。ちょっと最近ぬいが増えてきてさ、ちょっと面白いなと思って買ってみた。100円だしね。これに挟むっていうこと？ここにエースいるけど、でもこれ元から君はさ、座れるんだよね。あ、座れなくもないか。よいしょ。こういうことじゃよ。むずいな、これ。ノーカットできたよ。折れそう。こう。むずいな、これ。こうか。いや、むず。よいしょ。まあ、でも、こう、やりたいことわかる。こういうこと。お、いいじゃん。なんか2個買おうと思ったけど、なんかうーんって感じだったらあれかなと思って買わなかった。いいんじゃない？うん。飾っとこうと思います。よいしょ。あとは、これもグッズ系収納で買ったね。これ手芸コーナーにあったんだけど、ストラップのやつで、あの、つっかえ棒に、あの、これ通して、下からキーホルダー系のやつを飾ろうかなと思って、なんか30本分買いました。途中でなくなるのが嫌なんだよね。そう。無駄に買っちゃうタイプです。で、あと、これなんて言うんだっけ？カナル型じゃなくて、なんて言うんだっけ？トグル系？なんて言うんだっけ？カラビナ？カラビナだって。これを買ってみました。よいしょ。なんかこう、それ、また、ぬいの話になるんだけど、ぬいの、なんかこう、付け外しを楽にしたいなと思って。ね。こういうのを、ここにつけて、好きになんかこう、付け外しできたら可愛いなと思って、買ってみました。そういうやつです。あと瞬間接着剤の速攻型を買った。瞬間接着剤ってさ、なんか、ちゃんと密閉しててもさ、すぐに一回開けちゃったらさ、すぐに乾いちゃうから、ミニを買いがちですね。本当に一回使うときにもう一本使うぐらいなテンションじゃないとね。はい、次。
ラミネートフィルム、あの私さ一応ラミネート機持ってるんだけど、これねほんとすごいんだよね。そう、なんかこうラミネート機持ってるけど、なんて言うんだろうね、その出すのがめんどくさい時出すのがめんどくさいけど、でも今すぐやりたいんだよなみたいな軽いノリの時にこういうのがあると助かるので配達しました。あとはこれ初めて見たというか面白そうだなと思って買ってみた、インデックス付箋で、ピッてここからはみ出して貼るタイプの付箋、気軽にインデックスとして使えるかなと思って買ってみました。そう、手帳が好きなんです私で、あとこの辺がシールなんだけど、こっちが100均かな。100均もさ、すごいよね。なんか昔に比べてめちゃくちゃおしゃれなのが増えた。おしゃれっていうか、その300円以上のなんかこういう、こっちだったら275円だけど、こっちはちゃんとしたその文房具屋さんで買ったやつね。だいたい全色買いがちな私です。こういうあの四角い系の使いやすいから手帳で買っちゃう。よいしょ。で、そうそう、ダイソーとかセリアとかもそういう遜色ない感じのが、いや100円だよ、すごいよね。そう、だからまあ全部が全部100均ではないんだけど、私はでも100均のを織り交ぜることによりまたね楽しいという、100円だからバンバン使おうってなるしね。そうそう、一個ずつ見る？これがね、月間のさ、カレンダーとかにピッて貼って目立たせられるようなシールね。まあそういうのにも使うっていう用途なんだけど、私はちょっと別のことに使おうかなと思って買ってみた。普通に日記とかにね、ワンポイントとして使おうかなと。で、よくある小さめの大カットシール、こういうのやっぱセリアに行った方があるかな、今回行ったのがダイソーだけだったから。ダイソーにはダイソーのいいところあるけどね。で、使いやすそうな植物のシールを2枚買った。お花、お花シリーズは1色ずつ買ったかな。かわゆい。ダイソーどっちかっつうとはっきりしたやつが多いかね。なんかなんていうの、パキッと、なんて言えばいいかなわかんないなワンポイント系の食べ物シール、お花のシール、これもだって100円だよ、すごいよね。すごいなと思って2枚買っちゃっただってこっちが275円でしょ。なんか2枚買えるのすごいよね。バンバン使います。今青色バージョン、これはピンクと青しか私は見つけられなかったな。在庫が、てかそんなに私が行ったダイソーがその文具系に熱い感じのダイソーじゃなくって、ちょっと一角にあるっていう感じのダイソーだったから、もっと大型のところに行ったらたくさんあるのかも。次はセリアに行ってみたいな。ほんとなんかツイッターとか見てると新商品出たよとかいうの見ると、え、こんなの100円で売ってんのってびっくりする。あ、とはいえ本当になんか昔に比べてシートシールもフレークシールも可愛いのがいっぱい増えて、100均も普通の文房具のやつも、そうなんかね楽しいですね。で、私どうやって収納してるかっていうと、セリアのファイル、リングファイルなんだけど、これにね、入れとる。普通は、こういう、よいしょ。これだけ？これだけで売ってるんだけど、クラフト紙を入れて、こんな風にしてるページもある。
でもちょっと若干入りきれてないので、やっぱりたくさん使わないとなって感じ。もう今2冊持ってるんだけど、もう増やしたくないんだよねなるだけ増やしたくない。そう、それとこれね、こっちを結構使ってるか。こんな感じ。あと、これセリアの方だけど、こんな感じで入れてる。これは普通にハガキ？ハガキが入るポストカード入れみたいなやつにダーって入れてる。これは、貼り付いてるタイプ。固定式だから、好きなように、リフィルの入れ替えはできないんだよね。そう。だから、整理整頓、後から整理整頓するのは大変かもしれないけど。まあ、って感じかな。あとは、これは普通の英語のシステム手帳なんだけど。こういうリフィル買って、入り入りのやつとか入れたりしてる。やっぱこう最初はいっぱい入れてても使っていくうちにね、どんどんスカスカになる。で、買い足したラミネートが、最初に買ったのが英語で今回買ったのが B6 だったね。よいしょ、こんな感じかな。うん、こんな感じです。はい、ここまでゆるゆるな動画にお付き合いくださってありがとうございました。ではまたなんか気が向いたら動画撮ります。ここまで見てくださってありがとうございました。バイバーイ、またねー。